油そばで有名な春日亭で店舗来てまして、これが油なんだ。五月の後にさ、うん、みんなでね、五月の後に食ったから最高。これうまいわ。どうもジンです。油そばやから、やっほ、油そばからやっほってなんでその開幕クロースですね。身内ですらシーンってしたらさ、居場所ねえだよ。ここしかないからね。ここ残りだしかない、うん、ここでしかね、うん、光輝けないもん。ということでプロタンです。いや、お普通か。いや、彼が持ててるんです。はい、で、また、はい、こんにちは、キトです。普通か。一番普通じゃん。一番目立たなきゃいけないとこです。一番ね、やっぱね、殻破んなきゃいけない。そう時期だから。そうじゃあ、アキト君に俺行こう、挨拶さ、何するわ。どうも、ランページです。ボボボボ、アキトだよ。お前のじゃねえか。お前のだよ。顔見たらお前のだよ。ということで、今日なんですけど、挨拶3分ぐらいいっちゃったんで、はい、以上。そういうことで、はい、はい、テーマとしてなんですけど、まあ、油そばで有名な春日亭に店舗来てまして、見てください、ね、これ、なんか、いや、すごいよね、この落書きが、ね、あのバキのさ、家あんじゃん、はい、ね、あの少年時代のバキの家の落書き見たくなっちゃった。そして、今日この油そば屋さんで夏なんか限定に大食いで賞金出ますよっていう企画やってるらしいんですけど、賞金出る時と同じその大盛りの油そばをみんなで食べようぜっていう。やっぱ大盛り企画とかなんかみんなでやるの方が楽しい。そうそうそう、楽しいね。一人だと孤独なのよ、あれ。疲れるし、ね、疲れるの、うん、ところがですね、今回一人なんと 2.7kg×3 なんで、 2.7kg×3 なんで、うん、8.1kg です。やば。 8.1kg のうち、俺多分 500g ぐらいで、俺さっきご飯食べたら200で。待って、ほら、発揮しないといけないの。そう、こういうところだよね。そういうところで目立つんですよ。そこで目立つんだよ。アキト君に関しては、それ良いの俺呼んでる。で、最悪本当に食べれないときは、うちのカメラマン割と大食いなんで、こう見えて、そう。ということで、今日はその大食い油そばに挑戦して、まあ今回はその企画はね、賞金とか出ないんですけど、どのぐらいやばいのかってことを、はい、確かに挑戦してみましょう。はい、実は小食のマッチョさんに。実は。それでは、行きましょうか。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。なにプロオーバーやってんの。まだ終わってない。お前チャーシュー。よいしょ。よし、じゃあいただきます。30分で。油そばなんか油ってさ、いい油だって。それさっきもやった。俺そのイメージがすごい強い。ああ、そうなの。じゃあそれ信じてこう。Yes。 すげえ。すげえ。油。うん。油が。これさ、すごいね。もう東京フレンドパークのあれぐらいマジしがみついてるから。でも、すんげえマイルドで、うまい。うまい。これうまい。部活の後にさ、うん、みんなでね、部活の後に食ったから最高。これうまいわ。これやっべえ。で、食った後すごいマイルドなの。マイルド。なんかミルクティー的な。こんな油入ってる割には、油っぽさがさ、うん、意外にないよね。うん、麺の太さがさ、麺の太さが、これラーメンじゃないもん、これ。うまいな。これうまいな。めちゃめちゃうまいな。めちゃめちゃうまい。ちょっといい。結構俺満足してきた。いや実際結構俺ね、もう腹8分目ぐらいだわ。え？早くないですか？
え、こういうのって一気に食ったら一気に吸収するもんなんですか、これ。ズル飲み始めたもんね。先生の、先生の本気ってことですよ、これ。うん、スーパーサイズ熱いだけ。ただ熱いだけなんだよ。下手すぎて大丈夫ですよ、これ。やっぱさ、一人ず食べるスピードおかしい。いや、ほんとね。あのさ、おかげ分子の術使っていいです。いいですか、うん、ぜひ。全然想像つかないですよね、うん、どういう技。影分子、これが影分子みたいですね。変わりましたね、なんかすげえ進んでる。消える影。決められたじいさん、じいさん怖いじゃないですか、じいさん。影分身の性格が荒くない。性格が荒くない。すごいな、影分身。違いますね、やっぱ性格がすごいな。裏のじいさん、すごい。最高。はい、完食です。完食。完食、油とございました。油とございました。あざす。ってことで、秋田くん、はい、はい。これはやばいっすよ。アクティブ、今日これ良いんだからね。キト君が 2.2 キロをさらに上回ろうとしています。はい、ここからいきますよ。これ食べたら結構すごいね、うん、これやばいっすよね、これ。アキト君がめっちゃ大健闘、うん、あら、一番減ったんじゃない。食べとるかな先生。いや、結構食ったでしょ、これ。うち、影分身使えるから。あなたの、あなたが食べたみたいになってる。カメラマンが一番なんかさ、うん、遠慮したの力持ちというか、うん、意外に役に立つのね。あの前のカラオケの時とか、ね、カメラマンいなかったらさ、成立してないよね、うん、俺ら終わんなかったよね。そうそう、いつも俺のなんか3倍か4倍ぐらい食うよ。おい、完食しよう。マジで食うんだ。影分身した。あ、影分身。いきなり痙攣してきたのかと思う。ゴリラが震えてたのよ。面白い。ゴリラにゴリラ言われたくないわ。ってことで、さっき僕影分身使って、僕のお椀は、ね、僕で完全に完食しました。いや、すごい。そして、プロタンのやつも、プロタンとカメラマンで完食です。で、アキト君は、未だにまだ食べていいんだよ。あ、そんな、待って、待ってなくていいんだよ。そんな気づかなくていいから、うんうん、待てされてたの。ずっと律儀だね。今からスタートだね。これだけ一番の欲しいとこを待ってたんだ。あ、これから、うん、見てください、ごめん。これあげるのかな。はい、ってことで、まあ、ラストこれ残ったんで、ちょっと最後みんなで力を合わせて、はい、完食して終わりたいと思います。まあ、賞金は無理でしたね。30分も 100% 無理、うん、もうすでにね、今この時点で40分ぐらい取ってるからね、うん、はい、ということで一般人には3キロ一人で完食するのはまず無理です。うん、いや、まず無理か。まず無理だわ。うん、秋田くんでもどう？1時間ぐらいあれば多分1杯ぐらいいけるかもしれない。あ、なんとかね、1時間ぐらいあればっていうレベルです。結構食べれる人でもそのレベルです。いや、ほんと油そばはほんと 100g、200g ぐらいで多分一番美味しいと思う、うん、あー、めっちゃうまいな、食べたいなで帰れると思うんで、ほんと俺らそっちだよ。うん、ほんとまた会いたいなっていう。デートもうこれで終わりぐらいで。あ、なるほどね。はい、ちょっとね、ちょっとだけ言っちゃった。あのさ、素晴らしいなと目キラキラ。目変だ。今日一目キラキラしてたの。うん、あのね。やめろ。はい、すごい。ラストみんな食べて終わりたいと思います。やばい。廃人だよ、もう。影分身。ポン。で、ここで煙を当て出して、お前に入れてる。